次に吉田恒彦君。吉田君おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。井上大臣は昨日も議論をさせていただきました今日もよろしくお願いします。本日は冒頭にです、ね、司法修習生の谷間世代の対応について、そしてその後はですは、ね、我が国の健康医療戦略で重要な問題を取り上げたいと思います。早速始めさせていただきます。まず、司法修正生のいわゆる谷間世代の問題についてお伺いします。 前提としてお伺いしますが、司法修習制はですね、戦後間もなくから2011年、7月採用の旧65期までずっと給費制だったのですが、同じ年の11月採用の新65期から対応制として、給費がゼロとなり、希望者に対応する制度に改まりました。そのわずか6年後の中の11期以降は、実質給費制が復活しました。私は、司法修は三権の一億である司法の担い手、すなわち国民の権利の守護者を要請する制度であって、 国が基本的な社会インフラとして、責任を持って整備しなければならないと考えております。しかし、政府としてはそういった考えではなかったために、平成16年、小泉政権の下で、旧止制の廃止、対応制といった改悪がなされたわけであります。その後、71期以降は、えー、実質旧止制が復活したということで、この間の変化はですね、政府の放送要請に対する考えが変わった、あるいは旧65期以前のものに戻ったということでしょうか。 田所法務副大臣。お答えいたします。給費制から給付制に至るまでの説明をちょっと簡単にさせていただきたいと思います。給費制から対応制への移行は、平成16年の裁判所法改正によるものであって、対応制は平成23年11月に収集を開始した新65期の司法収集制から、 平成28年11月に収集を開始した第70期の司法収集制まで実施されたものであります。現在の収集給付金制は、平成29年度以降に収集を開始した司法収集制から実施されております。この対応への移行につきましては、司法試験合格者数の年間3000人目標ということが前提としてありまして、その増加に 実効的に対応する必要があったこと、さらにはですね、司法制度改革の諸施策を進める上えで、限りある財政資金をより効率的に活用し、司法制度全体に関して、国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと、さらにはですね、公務員ではなく、公務に従事しないものに国が、 給与を支給するのは異例だというような批判もあった、そういう中で,です、ね、給付姿勢を維持することについて、国民の理解を得ることはなかなか難しいということで考えていたわけでございます。もっとも平成28年6月の骨太の方針の中では、放送志願者が大幅に減少していることが心配されまして、司法収集制に対する経済的支援を含む放送人材確保の充実強化の推進が、 喫緊の課題となった、そういう事情変更があったわけでございます。そういう中で、委員はじめとする支援強化の意見もありまして、そういう中にあって、司法給付金を創設したわけでありまして、対応性についても、対応額を見直して、併存するということにしたものでございます吉田君あの、全然質問したことに答えてませんよ。あのね、これね、昨日先日のこのモントリの方もひどかったんだけど、 とうとうと自説を述べてね、全然私が趣旨としてわざわざ細かく説明してるのに、全然それちゃんと答えずね、自分の説をとうとうと言い返して、それ、レクじゃ、もんとりじゃないですよねって話、かなり苦言そのときも提してます。で、今、副大臣おっしゃったことは、すでに今、私知ってますし、これ、多くの方が知ってる話です。あの、ちゃんと質問聞いて答えてください。質問で聞いてることに答えてください。今、全く答えてません。これじゃあ,あの、成り立たないです。 議論が、それ答弁書、ただ単に読むだけだったら、これ、意味ないじゃないですか、この質疑の。だから、考え方が戻ったのかということを聞いてるんです、じゃあちょっとねあの、もう少しちゃんと話を聞いて答えてください、で、余計なバックグラウンドとかそういうのは言いませんから、こ聞いてることに答えてください、いいですか、副大臣、1人平均するとですね、まあ、300万円の借金を、 えー、新65期から70期までの招集書を受けた方は、そのキャリアの最初から背負っているということになりますね、副大臣、聞いてくださいよ。この対応金の返済条件は、収集終了後6年目から、毎年7月にです、ね、約30万円を10年間返済するということになってますね。これは先ほど申し上げたです、ね、あのまあ国民の権利の守護者という重責を担う方にとって、極めて重い負担だと思います。 先日、新65期の方が返済のために30万ね、年出ための単純計算で30分5000円の無料相談を30時間やらなきゃいけない、そうなりますよね、経費を考えるとそれ以上稼がないといけない、だから、無料相談やね、困窮している方の時間やりたくても、なかなか手が出せないと、あ今、あれですよ、副大臣、ご存じだと思いますが、国選弁護、これも,も奪い合いです、昔ほどもうやりたい方が少ない状況じゃなくて、も今もうないです、みんな取り合っちゃって。 でこういった状況で、やはりまあ30万の返済があるの、大変なんですで、このような負担がね、政府の策によってやらなされたわけですね、この間、事情はルるル、おっしゃっていただきました、3000という目標、また減っちゃったと、ね、放送終了者、しかし、この結果として新65期から70期と、それ以外の方に不公平が生じているという現実があるわけです、これはやはり不当だと考えますが、副大臣、そこはどうお考えになりますか。 たします谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに、新65期から第70期までの司法収集制については、旧65期までの旧聖化の司法収集制や、 収集給付金制度の対象となる。第七十期以降の収集制度はですね。これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。ただ、いずれの制度も司法収集制が。収集期間中の生活の基盤を確保して。収集に専念できるように。収集の実効性を確保するための方策として。まあ採用されていります。ので。その状況下においてはですね。まあ合理的なものであったというふうに案内しているわけであります。 結果として、時期によって、経済的支援制度の内容が異なるからといって、それが不合理、または不公平な異であるというふうに考えていないのであります吉田君。不公平ではないということなんですね。不公平ではないと、政府はお考えとはっきりおっしゃったと、分かりました。えー、と2019年5月30日の名古屋高裁の判決では、 他の世代の司法修正に非し不公平感を抱くのは当然のことであると資料すると言ってますよね。例えば谷間世代のものに対しても一律の何かの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは立法政策として十分に考慮に値するとしてますよとしながらその判断は畑平先生もおっしゃいましたが立法府に委ねざるを えませんとまあ、議員立法じゃなくても別にいいですけどね、それはもちろん立法府に委ねると言ってますから、議員立法だけじゃないです。という理由、述べてますよ、ね、省の場でも。私はもちろん衆議院議員として、この不公平是正に取り組むべきだと考えてるから、この場でこの質問をしておりますが、政府としてこれ、全く取り組むつもりないんですか田所法務副大臣。はい ただ今、立法府としてのどのようなこともできるんじゃないかと、人後的な救済もできるだろうというようなことがあったということでございます。まあ、この裁判の中ではです、ねえー、給付制を復活させなかった立法府作為が、意見、違法であるとの主張も排斥しているわけでありましてです、ね、もうそういう中でもちろん、今言われたように、えー、憲法上保障された制度ではなくて、えー、給費を受ける権利が、 あそう、返することはできないということでございまして、国売法上の違法性を帯びることはないと、こういったわけであります。それでですね、ああ不言として、確かに今言われたようなことがいわれているわけであります。谷間世代の者のに対しても、一律になんらかの給付をするなどの事後的救済策を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられると、全くいい言われるとおりでございます。 ただその後でです、ね、そのためには相当の財政的負担が必要となり、これに対する国民的理解も得なければならないところであるから、その判断は立法府に委ねざるを得ないとも言っているわけでありまして、法務省ではです、ねまあ、そのようにです、ね、受け止めているところであります吉君まあしっかりと、あの今後も立法府としても議論をしていきたいと、それに考えますが、まあ、ただですね、まあその もう少し、もうひと言だけあのさせていただきますが、弁護士会ってね、そもそもあの副大臣お詳しいと、当然お詳しいんですが、例えばこのコロナ禍で困っている国民の権利を守るために、さまざまな無料相談だとか、プロモノ活動といった無償の活動をしていますよね、そして今後、その中心になっているのが、若くて活力のある谷間世代の弁護士なんだと思います。ししかしこの谷間世代がですね 返済のために十分な活動ができないというのは、国民全体の不利益に副大臣になるわけです、よく聞いてくださいね、横からの方、いいですけど、あの副大臣、話聞かなきゃいけないですから。国民にとって、ね、優位な、ね、放送人材を確保するということであれば、やはりこの谷間世代の経済的な手当は必要だと思いますよ、このコロナ禍でもやっぱり弁護士会の活動、大事ですよね、副大臣。そこ、どう考えますここれれからこれ 今、現状、先ほどのところは前提としておいていただいて、放送人材が、ね、活躍できなくなる、こういったハンディキャップを負うわけですよ、そこに関してはどう思われますか田所法務副大臣、はい。従前の対応成果で、司法収集を得た、いわゆるまあ谷,間世谷間世代についてはです、ね、そのものに対して、 国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することとなるわけですが、これに対するです、ね、国民的理解を得ることが非常に難しい、さらにはです、ね、な何らかの救済策をです、ね、講じる、そういったとしてもですよ、従前の対応成果において、対応を受けてない者も,もおりまして、それらのものを含めたです、ね、制度設計上のまあ困難な課題もあります。 他方、対応性化の資法収集性が経済的な事情により、まあ、放送としてですね活動に支障をきたすことがないようにするための措置対応のですね金の返済期間の猶予も制度上認められております。これは最高裁判所がですね、えー、災害傷、えー、病その他やむを得ない理由により返済が困難となった場合や返済が経済的に 困難である自由として最高裁判所の定める自由がある場合には対応を受けたものにですね個別に最高裁判所に対して対応金の返還期間の猶予をですね申請することができますしこれは裁判所においてですね適切に判断されるんだろうと思っております以上からですねタニマ世代の収集性に対して一方措置による抜本的な救済策をですね事後的に講ずることはなかなか。 困難ででああるるといいう,うに考えているわけであります吉田君まあ副大臣ただ、あれですよ、国民的な理解を得られないと繰り返し何回か述べられましたが、そうちゃんと説明してるんですかね、だって、無料相談がとか、こういったコロナ禍で本当にお金払えないけど、弁護士さんに相談したい人を相談に乗ってもらうために、弁護士の皆さんにこういった形で資金援助、しかもこういった不公平な状況があったから、資金援助することによって、 国民の皆さんに無料で、ね、優秀な弁護士さんたちを使っていただきたいから、こういう立法をするって言ったら、国民に納得すると思いますけどね、そういう努力された形跡は私には見られないですよ、その国民的理解が求められないって勝手に思い込んでるだけじゃないですか、ちゃんとこういったご説明なされるといいと思いますが、今度まあぜひなさってください、またこの質問をやりますから。あの 勝手に役所の方がね、副大臣は多分騙されてるんだと思います。勝手に役所の皆さんが国民的理解を得られないですよって言ってるんだと思いますよ。副大臣がそう思ってらっしゃらないと、僕、そうは思ってらっしゃらないと僕信じてますよ。ちゃんとじゃあ説明をしてね、私今度じゃあ法務省の方に聞きますけど、じゃあどうやってあなたたちは国民的理解を得ようとしたのって今度聞きますね。多分何もやってないと思いますよ。うん。そこはちょっとその副大臣、 副大臣がそんなことを繰り返し述べられちゃうと、副大臣の、ちょっと言い方悪いですけど、人気が下がっちゃうといけないので、いや、本当、素晴らしい副大臣だから、しっかりと、うるさいです、うるさいです、静かにしてください、しっかりやっていただきたいと、期待もしますので、の治度、ご検討ください。じゃあ、次の質問に入らせていただきます。<coughs> えーとここからはですね我が国の健康医療戦略、科学技術研究開発、障害者対策、難病対策、医療保険、さらには現在の新型コロナ感染症対策にもつながる、大変重要かつ広範な問題に関して質問してまいります。今回だけでちょっと終われない可能性があるので、次回にもまたいでということになりますが、本日は健康医療戦略を担当する井上大臣にお聞きしていきたいと思いますま。 法務省どうぞ、結構です、副大臣、ありがとうございました、法務省の皆さんも本当にありがとうございました。また議論させてください。えーっとまあ、本日の議論の前提とは日本の置かれた状況を説明していきます。新型コロナウイルス感染症の収束に向けた切り札として、ワクチンの期待は大変大きいものがあります。今回、日本で供給されが予定されている3つのワクチンのうち、ファイザーとモデルナのワクチンはメッセンジャー RNA ワクチン、アストロゼネカのワクチンはウイルスベクターワクチンで、いずれも遺伝子工学技術を駆使した遺伝子ワクチンです。 これらのワクチンの開発において、日本が欧米や中国の向上を排していることに、その理由を問う声が多いのは大臣、ご承知のとおりだと思います。え研究費の額にその答えを求める向きもあります。先ほど、えーと、大西先生が配っていただいた資料の中でも、3年前に実は、今回に備えた研究開発、そういったものが提案されていたと、えー、と感染研でしたですかね。しかし、それを政府が予算をつけなかった、そういった話も、大西委員からご紹介がありました。 まあそういった研究学にその答えを求える向きも当然ありますが、この分野における基礎研究や基盤研究技術の開発についおいて、先頭グループから大きく遅れを取っていることが最大の理由です。最近のですね先端医療技術のほとんどは、アカデミアに所属する研究者が大臣、スピンアウトして、ベンチャー企業を立ち上げて、有望な結果が得られると、大企業がベンチャー企業を M&A するパターンが多いんです。 まあ多分理事とかお詳しいですよねその辺メッセンジャーレンワクチンもですね、大臣、ハンガリー出身の研究者であるカタリン・カリコ氏ですね、40年研究されて、その研究結果をもとに、ドイツのベンチャー企業である、もうお名前ご存じだと思いますが、ビオンテックの設立に参画しています。そこで完成したワクチン製造技術をファイザーとモデルナに提供したということになります。 2000年以降に発表されたメッセンジャー RNA ワクチンに関する論文は約160編ありました。国別で見ると、もうアメリカがもう群を抜いております。中国、ドイツが続き、日本はちょっと私が調べた限りでは、わずか1編のみで、これ、バングラディッシュトリコ、トルコ、チリ、ブラジルと同じレベルです。この状況大大臣臣どう思われますか井上大臣 あのそういう意味ではですね、我が国における遺伝子治療分野について、諸外国に遅れを取っているというお話でありました。あの我が国もしっかり他国に負けないようにこれから取り組んでいかなければいけないと認識をしております。吉田君、ありがとうございます。大臣、その通りです。3年前、先ほど大西議員の紹介のあの3年前のあるあのまあ自由もしっかりとあの反省材料にしてですね。 やっていいいかないといけませんもうすでに今、こんな状態です。じゃあ、次いきますが、えー、アストロゼネカのワクチンもチンパンジー由来のアデノウイルスベクターのワクチンですね、遺伝子治療に実はこれはほかなりません、はっきり申し上げて、遺伝子治療は過去も30年ぐらい、実は大臣、最新の技術といっても歴史があるんです。がんやです、ね、遺伝性難病の治療薬として注目されていますね。 世界の遺伝子使用に関する臨床研究の登録数も、私があのまあアカデミアの先生からのご助言もいただいて調べさせていただくと、アメリカが2000件を超えて圧倒的に多いですね、でフランス、イギリス、中国が今続いております。フランス、伝統的にこの分野、得意です。日本は50件程度ですで。これは韓国や台湾にも遅れを取っています。 まずこの分野における日本の立ち位置を自覚する必要があると思いますが、大臣、どのようにお考えになりますか井上大臣あの委員おっしゃるとおりです、ねえー、我が国があその分野についても、やはり力を入れて、諸外国と合するように、ひいては国民の命と健康を守るために取り組んでいかなければいけないと認識をしております吉田君。 大臣まあもう一言では、これ、しっかりと大臣、司令塔としてですね予算を獲得すると、そういった思いでしっかり頑張るとお約束、この場でいただけますか井上大臣。まあそうですね、私は健康医療戦略担当大臣として、いわばあの政府の中で、各省庁を取りまとめる、そういった役割を果たしておりますから、その役割において、 しっかり予算確保を含め、取り組んでまいりたいと思います吉田君大臣、本当に期待しておりますので、ぜひ頑張ってください、本当に期待してますので、あの今、本当にまずい状況です、それではです、ね、で現在ですね、あの折り翼超党派の議員連盟で、過少、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案の制定に向けてです、ね、検討を進めているところです。 先生非常に頑張っていただいてですね、あの期待をしておりますあの。2012年にヨーロッパで最初に薬事承認されたのを皮切りに、遺伝性疾患やがんを対象に、遺伝子治療製剤の上司は続いておりますね。日本では2019年5月に、ノバルチ社の白血病治療薬であるあカーティ製剤、キムリアが3349万3407円の薬価で薬事承認されました。 ノバルティッシャーはです、ね、キムリアの製造技術のパテント取得に1000億円の特許を支払ったと言われています。まあ、高額な薬剤の保険収載に保険財政の負担が議論されましたね、大臣。しかし、厚生労働省から適用となる患者数は250症例程度で、保険財政の影響は限定的であるという見解が出されました、これは間違いないですね。でキムリアの薬価は、原価計算方式で算定されています。 企業からは製品総減価に含まれる原材料費や、研究開発の情報公開が不十分であったことから、補正加算は1000万円以上減額されていると記憶しております。ノバルチ1社の情報公開が不十分であったので、中医協はまるでブラックボックスだとい批判が噴出したしましたが、この点、大臣どのようなお考えになりますか厚生労働省横浜大臣官房審議官。 とお答えを申し上げますあの今、ご指摘ありましたとおり、キムリアの薬価算定にあたりまして、仕組み上あの、原価の内訳を企業から開示されるよう、原価計算方式においては、製薬企業に対して働きかけを行っているところでございます。でそのの中でキムリアのように 海外で製造される製品につきまして、その内訳に関する情報が乏しい場合がございました、えー、っとこういったことにつきまして、あの薬価算定の過程におきましては、私ども、えー、輸入される際の価格が、日本以外の国が輸入する際の価格と比較して、大きな差異がないことなどを確認し、 適切に薬価が算定できるように努めているところでございまして、中京でもこの旨を説明して、ご理解いただいているというふうに認識をしております吉田君あの今、他の国と比べて,てって言いましたけど、厚生労働省、最近、この高額薬剤や最先端技術の薬事承認するときは、なんか変な理由つけて、本来、普通に承認されないものを承認したりしてますよね。だ恣意的に結構その 事務方が運用しているという面が結構目立つんで、今の説明だと、海外とじゃあ一緒の価格だったらいいんじゃないのっていうことに、今後もなるんですかね、ほか、本当はこれ、事務方のご答弁でいいんですが、ここはあの健康戦略を考える上で非常に大事なところなので、厚生労働大臣じゃなくてだけじゃなくて、ぜひ担当の内閣府の大臣にもこの点は、十分な理解をしていただかないといけないところだと思います。 まあ少しそれは後で、この後でも述べていきますので、じゃあ次の質問に行きますね。まあ、私の母校でもあります名古屋大学では、安価なカーティ製剤の開発を目指して、これ、新聞にも取り上げられてましたね、あ最近ですね、独自の技術によりカーティ製剤の開発に成功しています。で、2018年1月から臨床試験を開始しています。同じく安価なカーティ製剤の開発を目指すタイのチュラロンコン大学、非常にまあタイ一番の大学ですね。 から製造技術ののの提供の依頼があったので自実施,施設の患者のみに提供し、営利目的に使用しないという条件で、名古屋大学はチュラロンコン大学にカーティー製剤の製造技術を無償で提供しました。チュラロンコン大学では、カーティー製剤の製造コストは50万円程度と試算しています。すで既にチュラロンコン大学では患者への投与も開始されていますね。このような状況をどう思われるか、これ、ちょっと大事に一言答えてから、いただいてから、事務方にお答えいただきたいですね。 まず、まず事務方からでよろしいですか、事務的に。どうぞ、はいどうぞ,どうぞ厚生労働省横幕大臣官房審議官。えっと、あのキムリアンにあの続くカーティー制製剤として、すでに、えー、2つある。違う、それ、後の質問だから、今の質問に答えてくださいだめ、えー、そんなの。 議論だからずっと本文読んであるんだから、うん、後ろに控えてる人たちに、僕、文章を読んで説明してるんだから、説明、質問吉田委員に申し上げます、大変恐縮ですがも、う一度、手見知らにご質問をお願いいたしますあ,あのね答弁者、よく聞いてるように <laughs>、はい、お願いしますよ、後ろに控えてる方、覚えてますよね、私、これ、文章を読んで説明しましたよね、全部。だから、しっかり事務方がそんな状況だったら、議論できません、これ、難しい内容だから、わざと私、細かく、大臣にもお答えちゃんといただけるように。 読んでったんででたすレクのときね、私の質問内容、だから事務方がそんな状況じゃ困ります、だから端的に言うと、ュラロンコン大学は50万でも治療できるって言ってるんです、ね、で名古屋大学も100万円程度で、この同じ3千数百万の保険、収載されてる同じ治療ができると言ってるんですが、こういった状況に関してね、どう思われるかっていうことを聞いてるんです。だからアアカデミアで 100万円で治療できる、50万円で治療できる、これは日本を代表する大学、タイを代表する大学が、アカデミアがそれができると言っている中で、この3500万円の薬価のついた治療、そして実はより成績がいいとも、まあ、あ後で申し上げますけど、言われてますよね、こういった治療ができる状況を厚生労働省はどう考えるか、そして内閣の担当大臣がどう考えるかということです。どうぞ事務方から 厚生労働省横浜大臣官房審議官。えっと、まず、あの。 医療保険の方から見たときについて、ご説明申し上げたいと思います。今、ご指摘の点は、それよりも前の段階ということでございますけれども、キムリアに続いてカルティ製剤が出てくる場合には、それが保険財政に大きな影響を与えることがないように、一つは先行品であるキムリアと、 あの,をの価格を踏まえて、算定を行う、あるいはあの市場規模が拡大した場合には、その拡大率に応じて薬価を再算定するなど、こういったあの算定にあたっての取り組みを進めていきたい今申し上げたのは、保険からのこと、うん、聞いていませんそれは、いや、だか聞いてないって言ってない厚生労働省ません。だからそんなことは全く聞いてないですよ。吉田委員指名をしておりませんのでどうぞお まず答弁があるようですので、狭間大臣官房審議官、的確に答弁するように厚生労働省。ご答弁いたします、保険適用の前の話だと思いますので、はい、すみませんあの。委員がご指摘のように、アカデミア発の治療という意味で例えば遺伝子治療の世界では、XBV に関しましては、再生医療と安全確保に基づいた手続きが求められておりますけれども、一方で、あのウイルス等を直接体内に投与するためのインビーボーのやり方、遺伝子治療につきましては、 あの診療として行う場合については、えー、再生医療と安全確保法も含めまして、特別のルールはないという現状でございます。でそこで、このインビーボの遺伝子治療の提供におきましても、その診療においたと、えー、いうのは安全性も含めまして、安全確保の観点からも、同じようなその法的悪意がイ、インビーボあエクスビーボと同じような悪意がいるんじゃないかと、こういう必要性が指摘されておりまして、法の見直しも含めて検討しているところでございます。はい、厚生労働省、最初からそういう答弁をするように申し上げております。はい 吉田君委員長、ありがとうございます、そのとおりなんですよ、あのですね、なんでこの話をしているかというと、今の時代、これからの最新技術っていうのは、アカデミアだけですべてが完結しちゃう治療法っていうのがどんどん出てくるんです、もうまとめますね、委員長、これでまとめますので、ただ大事なことはちょっとここ言わせてください、あの要はカーティ製剤もそうだし、遺伝子治療も、要はビジネスのところに入らなくても、すべてをアカデミアで完結できちゃう治療法っていうのは、これからどんどん出てくるんです。 遺伝子量、そうですよね、遺伝子量って外に何か外注しなくても、アカデミアだけで完結するんです、カーティ製剤もそうなんですよ、だからこういったことが発生してくる上で、役所の皆さんは相当備えとかなきゃいけないんですよ、備えとか、それ、レクのときも散々こう大事なポイントなんで申し上げました、この続きまだいっぱいありますので、今後も議論続けていきますが、そこをしっかりと頭に入れた上で、担当大臣も非常にここ、重要なところですから、 また次議論していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。あ大臣一言いいですか。じゃあ、どうぞ。あ大臣一言最後まお願いできますか。かどうぞ一言。まあ、あの、私のですね、えー、所管内について、しっかり取り組んでまいりたいと思いますけれども。あの、ご指摘の、その個別の、まあ、薬事のことに関しては、これ厚生労働省でありますから。厚生労働省から答弁があった通りと、いうふうに認識しております。ありがとうございました。終わります。